木村知事どうぞ。はい、こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。熊本新時代の扉から木村知事にご登場いただきました。今日の GO 熊本ナビは、新しく就任されました木村知事に、知事が思い描くこれからの熊本の未来についてお話を伺います。早速ですが、はい、知事が思い描く熊本の未来についてお話しいただけますか。はい、私が今回県知事選に立候補するにあたったスローガンが、熊本新時代共に未来へというスローガンです。先ほど入った扉も熊本新時代の扉です。この扉をみんなで開けて、県民と共に作っていく新時代、それを実現していきたいと思っております。今後どのような事業に力を入れていこうとお考えでしょう。はい、実は熊本はまだまだ課題が山積しています。はい、その課題に一つ一つ答えていきたいのが、まずやるべきことだと思っています。例えば令和2年7月豪雨、球磨川流域の復旧復興、これはもう全力でやっていかなければいけません。あともう一つは TSMC、 台湾からの半導体企業の進出によって、地下水の保全ですとか渋滞対策とか、そうした不安にしっかりと応えていくこともやらせていただきたい。その上で子ども真ん中の熊本ですとか、また先ほど申し上げた TSMC の効果を県内中に広げる、そのようなことをやっていきたいと思っております。球磨川流域の復旧復興、そして緑の流域治水の推進については、どんなふうに進めていかれるんでしょう。はい、緑の流域治水というのは、命を守るとともに清流も守る、これを大事にしたいと思っています。ですので住民の皆さんとしっかり話し合いを重ねて、皆様の期待に応えられるようにしっかりとやっていきたい。時間をかけて未来に夢のある人吉熊地域を作っていきたいと思っています。渋滞の解消や地下水の保全についてはどのようにお考えですか。はい、短期的にはまずは例えば右折レーンを作り上げるとか、または信号の動きを速くしたりですとか、そしてまた公共交通機関をしっかり整備して、電車やバスで通える、そういう街にしていく。長期的には都市高速道路の整備も視野において、この特に熊本都市圏の住民の皆さんと話し合いをしたいと思います。地下水の保全については、これはもう必ず地下水を守り抜きます。やはりこの地下水があってこその熊本です。例えば地下水を取る量を減らすこと、そして取った分の地下水が作ること、または排水を循環すること、そうしたことをしっかりやって、水質の状態とか地下水の水位とかもちゃんと調査して、県民にこういう情報を公開して理解を求めていきたいと思っています。TSMC の進出を県全体の発展にどのようにつなげていきたいとお考えですか。それぞれの地域の魅力が引き立つような、それぞれの地域の経済活動が盛り上がるような形で、市町村と連携した地域未来創造会議というのを立ち上げて、地域にあるいいものを引き出す経済政策をやって、波及効果を全県に広げていきたいと思います。熊本が子育てなどをしやすい地域にするために、どのような政策をお考えですか。若い人が結婚して出産して、そして、さらに子育てをしていく、そうしたことに希望が持てる社会、未来に安心感を持って家庭を持ちたいなという、そういう希望が持てる社会を企業と連携して作っていきたいと思っています。熊本に期待することはどんなことでしょう。もうこれは期待だらけ。売上目標2兆円、しかもそれだけじゃなくて、世界中にくまモンのファン、うん、お友達を増やしていきたいと思っています。最後に知事、県民の皆様に一言メッセージをお願いいたします。はい、熊本の魅力を最大限に引き出してですね、県民の皆さんが今日よりも明日がより豊かさを実感できる熊本を作ってまいります。県民の皆さんと私たちが一緒になって、未来の扉を開きましょう。一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。信じる